回ミッション達成できなかったら反ります。それぐらいの覚悟で挑んでます。まあまあ後半この辺も絡めていこうかなって思ってる。はい、ロイヤルマハロの方では投資が150枚の回収が223枚でした。いやもう一撃必殺長反発揮してなあかんかもしれない。ほんまあと1時間後には。いややっぱマイジャグ強い台強いのも分かってるんすけどね。もうここのマイジャグからもう向こうの AT 機までズドーンと満席です。ゴッド上がないっす。こっち北斗無双で勝負仕掛けます。ついにハムがもう3時前ですけど、まあ、スロットコーナーがもう稼働率9割オーバーって感じなんで、まあでも何もせずに時間ばっか過ぎてってもまあまあミッション達成できないんで、ついにパチンコに着手しました。まあ仕方ないですね。目標は3万発、3万発出せれば明日にもつながるっしょ。おややチャンス。453GM の剣道で北斗ゾーン。あー773強いよ。こっちエースス。ここだが保留。ここにしっかり行こう。もう一回ギージって2は弱い。ネクスト。よーし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 。入りはかなり、あとは見守ろう。赤赤赤、うわー白い。でこれ金保留。セリフは白い。最後の内容強かった。全然ある。北斗姿勢は緑か。ここ大事。タイトル若い。黙ってドキ。あー出たがり目。見せて。オーケー。よっしゃ。北斗無双を座ってからの投手は11本で、総投手は14本です。ここ大事。この 50% 通らない意味ないからね。通ってよ。止めよ。止まろう。うわそらないで。まあ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 限定ボーナスと。まあ初当たりそこまでいかなかったんで、僕打ち出してからは180ゲームぐらいですかね。
いやいつもこの 50% 取られへんからな。もうノーテンパイでチタン終わったよ。うがい線開いたので、まあ今3時過ぎなんですけど、まあ結構ハマってるんでこれ打ちたいと思います。1212ゲーム外れ目右からボードは、まあおそらく低いとこで、もう1200なんでもちろん天井まで行きたいし、あ、危なこれ。あ、1212って言いましたよね。今23ですね、1200。やばい、あ、やば、うわ、当たりましたね、これやられた。マジやられた。しかも多分通常以下のナザ当たり。1226ゲーム、総投資が2900枚。いやーこれはあかん。いや最近ほんとすげえ調子悪くて、僕この間生まれて初めて多分凱旋の推定ロコ7000回転ぐらい打てたんすよ、打ったんすよ。負けましたからね僕。終了と252枚。やってしまったな。今さ多分僕がちょっと良さげな A やったりとか、多分ミドルスペックの継続率ちょっと弱めの台座ったところで多分明日につながらないと思うんですよ。だいよいよもう腹くくらないとダメですね。いや正直このままこの凱旋を打つのはだいぶやばいんですけど、いや相当やばいんですけど、ただ開かないっすね他のホットが。あーこれ当たっとるかもわかんないっすね。当たってそうっすね。556ゲーム中段キナナで、下から多分中段キナナで当たりましたね。総投資がやばいっす。76。5万連で、5万連っていうか粒連で G ストップ当たってますねこれ。5万で初ですね G ストップ。おお、いきなり来た3強、これはやばい。いやこれは V でしょ。いや鏡来てほしいですね。
鏡かぶ、いや鏡やな、鏡、うわ S か、中断切れますねこれ。いやちょっとまずいやろこれは、 S は、いや S でいい、 S でいい、2分の1、いやもう今日の僕の引きの悪さを象徴してましたね今のは。いやーショック、243枚、いやーあの G ストップは痛かったですねマジで。あれは仕留めないとさすがに凱旋じゃ勝てないっすよね。さあということで、はい、間もなく18時ですね。設定狙いとか言っとってももう無理だと思って、そうっすね、今日はもう稼働状況とね、まあ、一応ゴッドインゴッドっていうのがあって、うん、それもあってぶっ込んだけど、まあやばい台やで、俺が今言ってる台はそうっすね76、相当し76、笑われへん展開になってですね。今僕は1000枚なんですよ、ちょうど20本、仕事は96、2人合わせて96、どないしましょう。もうちょっと僕凱旋行こうかなってちょっと思ってるんですよ、空いたら凱旋かハーデス。明日の朝一ゴッド全突破を早める、今までその展開やったんですけど、もう僕このまま多分無双握っててもしゃあないかな思うんで、やっぱミッションも絡まんし、まあね、うん、万枚だけでこの時間帯からパチンコってちょっと厳しくなってくるんで、っていうか多分今回見とる人も絶対思んないと思うやん。それはね、何も起こってないから、何も起こってないですね。まあだからまあ異常行動やけど俺らがやってることは、確かにね、やけど、まあ、ゴッドインゴッドを目指して、俺生まれて1回もやったことないけど、僕もです、でもそれを目指して、はい、もう今日から全スパ始めるっていう、まあ、閉店時間の金はあると思うで、それはまあもちろん早めに切り上げなあかんけどっていうのはまあありっちゃありかもしれんな。逆万枚行くんじゃねこれ、今日と明日で笑われへんすね行ったら。けどでもやりましょう、へこたれたあかんすよ、まあ、マジ、うん、もう何も生まれないんで、ほぼひげはないけどな、ほぼひげはもう2本ぐらいしか残ってない、可能性的にはないね。やけど、うん、まあせめて何もせんかってもひげなくなるだけなんでね、確かに次のホテルも取りたいし、ゴッドインゴッドを目指そうか、やりましょう、うん、引き続きジューシーさんは凱旋で、僕ちょっと凱旋座ろうかと思ったんですけど、タイミングよくハーデス空いたんで、ハーデスの方でチャレンジしていきます。今400ゲーム到達、このヘルゾーンショートでも A からとりあえずジャッジメント、ジャッジメントじゃない、ヘルゾーン色は青、もうここ出そう、プッシュボタン、チャンス、あ
願い。あ、一発で僕自身4枚目。さっきちょっとハムと凱旋前突っ張りとゴッドゴッドインゴッドを目指して話して、まあ、戻ってきたんですけど、ちょっと今めっちゃごっつい台が空いたんで移動しました。まあ、ゴッド一発効いてるんですけど、ゴッド関係ない状態だとしても初当たり8回引いてるんで1700回転で相当やばいです、この台は。でサマイは8000枚弱出とるんですけど、まあ今のところまだ一発もでかいのははまってないと。最高ハマりいくつやろこれ、400かな。最高ハマり400が一発だけ、朝一も100回転かかってるんでっていう感じで、まあ、凱旋コーナーで一番やばい台がたまたま空いたんで、ちょっと僕はこっちに移動して打っていこうかなと思います。これは大チャンスじゃないですか。358ゲーム、多分結構上のボードで中段リップ引いて天国まで上がって何かで全長行きましたね。普通に天国から当たったと思います。310枚終了。よっしゃ、633ゲーム、投手が38本、僕打ち始めてから400ゲームでジャッジメント。さあ大事な大事な一発目、ここでプッシュボタン、チャンス、チャンス目で10馬乗せ、ちょっと早い。まず大きくのっけよう。さあ一人目、はい、いる。これでも思いっきりのっけてゴッドゴッド、最後中段リップ来い、ダメなし。さあここ超えてこない、70ゲームワンスレースタート。はい、ということで一発目のジャッジメントは80ゲーム239枚で終了。違うよね、求めてるものは。それとはリプさん2回目、よし、リプ4、よし、リプさんは2回目で、リプ4もしたんで G ストップ、今日2回目ですね。
当たる気がせん。V。いやーもう決めたい。ええ加減決めたい。鏡。よし。よしじゃない。マジノーセンスっすね。マジノーセンス。リプさんはこれで2連続外れっすね。ここでちょっとタイミング遅いよ。並べ上がりきなら。あれ一発で上がったな。そっちかーい。あがこれは出れる。絶対外しちゃあかん。オッケー、あざーす。投手は40本ジャスト 200M ヘルゾーンから。はい、2回目のジャッジメント、犬以外でお願いします。関係ない、打者愛。せめて押し順切れな持ってこよう。おい、下手だぞ。ここ大事。あー60ゲーム。はい、2回目は70ゲームの220枚獲得。あ、ループはまあないっしょ。V74 からエラーの飛んできた。25ゲーム。これはどっちやろ、多分ループというよりかは9ゲームの時に引いた中断キレラっぽいですかね。16ゲームを。いやまさかの当たってると思ってませんでした。さあもうチャンス作れてるよ。いかそう。はいはい、ワンちゃんいいよ、犬でも全然。超えてこない。60ゲームでスタート。当たりました。932ゲームこの試準機ならで多分当たりましたね。こっから全長。お、 V 出てきた。まさか V モード。まあいずれにしても今944ゲームで当たりました。総投資は11万6千円です。11万6千円。早い。ことで枚数引き継ぎ130ゲーム410枚で3回目は終了。ループに期待したいところ。
これ3でしたよね。あ、いずれにしても、いやこれ気合い入れとこっすね、マジで。いきます。どこや、どこや、僕のしゃがりき、この辺であるはずなんやけどな。おい、ハム、何やっとんねん、お前。ジュンさん、しゃがりきがありません。そんなとこにお前あるわけないやろ。これ登録してないんか。どういうことですか。俺らのしゃがりきは銀河の彼方や。宇宙一ですね。